おはようございますニュースイッチ編集部のコンです鈴木ですこの番組は日刊工業新聞社のニュースサイトニュースイッチがテクノロジーや経済産業のニュースをもっと身近に感じてもらうために配信しています本日第197回目の放送です毎週火曜日は30秒でわかる知っておきたいキーワード解説とファクトリーズグッズの今日もご安全にを配信しますそれでは本日もよろしくお願いします <music> 最初は30秒でわかる知っておきたいキーワードのコーナーです。本日のキーワードはプラチナバンドです。プラチナバンドとは700メガから900メガヘルツ帯の周波数帯の電波です。一度に伝送できる情報量が多く、障害物はある程度まで迂回して伝わるといった性質を持つため、地下鉄やビルの建物内でも電波が届きやすい特徴があります。 NTT ドコモや KDDI、ソフトバンクはすでに利用しており、楽天モバイルが割り当てを要望しています。ニュースイッチではプラチナバンドの解説とともに、その動向がわかるニュースを紹介しています。このチャプターにつけた URL にぜひアクセスしてみてください。ファクトリーズグッズの今日もご安全に。 はい始まりましたファクトリーズグッズの今日もご安全にですファクトリーズグッズは優れた技術力を生かしユニークな自社製品を開発し販売している中小メーカーを応援するためにスタートしたプロジェクトです製造業の面白さを伝えるための企画をいろいろ考えている中で前回に引き続き加工技術をお菓子作りで紹介してみた後編をお届けしたいと思います はい、今回も、デジタルメディア局、ニュースイッテ編集部のコント。き汗が止まらない、プレス技術編集部の釜池と。<laughs> ちょっと質問が止まらない、イベント事業部の蓮見です。よろしくお願いします。お願いします。い,ますいや、もう、私は質問するだけだから、もう、めちゃくちゃ。楽しく、お勉強させていただいてるけど。前回はね、釜池さん。質問、吊るし上げ会みたいになってしま。<laughs> 吊るし上げてない。<laughs> 吊るし上げてないけど。<laughs> いやまあ投げられる勉強になります、はい、よろしくお願いしますはい前回は板金加工プレス加工鍛造熱間単造とおまけで冷間単造について伺いましたが今回残りの加工法5個あるので5個はいまだ半分いってないまだ半分 <laughs> 皆さんねあの離脱しないでぜひついてきてください <laughs> 頑張ります次は,個目は切削加工ですういい切削、はい、これはじゃフルーツカービング ということで、あのよく中国とかのね、あのすごいパーティーとかに置いてそうなすごい <laughs> なんかあの香港マフィア映画の冒頭に出てきた <laughs> あのまあスイカとかですね、なんかリンゴだとかクジャクみたいな形の,あ,のとああいうのフルーツカービングっていうそうなんですけど、うんうん、ちょっと例えてみました。まあなんでかというとそれだけ切削のなかなかちょっとお菓子がなくて、うん、切削、ね、これ,これ はえーとまあ、だからイメージ通りですねこういう切削をする工作機械のことを、ま、マザーマシーンというふうに母な機械ということで、まあ、加工の全ての最初になりうるという意味が込められてるそうでしてなかなかかっこいい名前ですねそれぐらい切削加工っていうのは、まあ、金属加工の基本的なイメージがあるのかなというふうに思います。<laughs> なんか工作機械イコールなんか切削みたいなちょっとイメージなんかあったけど今の感じだと別に削り以外も工作機械なんだね <music> まあそうですねその工作でもまあジム例えばまあ ちょっと他社さんの展示会ですけどジムとフとか工作機械とかって言ってまあ大体切削機械がメインになってくるのでまあ世の中的にその工作機械といえば削りの機械がイメージされやすいのかなと思いますし間違ってないと思いますし板金加工とかだと板金とかプレスだと単圧機械というふうに読み方が違うのでまあ工作機械イコール切削機というふうなイメージおよそ まあ、一般の方は持ってていいんじゃないかなと思います。思、うん、なんか、ちなみに、このフルーツカービングをあの例に挙げたのが、すごく。あの繊細な加工とか、細かい加工とかもできる。さっきクジャクって言ってたけど、なんかすっごく細かい羽のところとかっていうのもできるっていうのが、まあ、切削、精密の切削だったりっていうのは結構ありますよね。そうですね。やっぱり、その、どうしても。 金属なのでなかなかその細かい加工を施すっていうのはそれなりの精度ですとかその刃で削っていくんですけど、うん、まあその刃物の工具とか、ねうん、いろんな種類があるので機械が削るといっても結局人間がそのどういうふうに機械が動くかとかどういう刃物で削るか、うん、そうすればどうすればその細かさが出るかっていうのを考える人間なので、まあ、かなり難しい加工技術なのかなというふうに思いますね,ねその細かさもなんかすごい単位がね、うん、そうですね。 単位聞いてもちょっと原稿に書くときつまりってなりますからね,ね <laughs> なんかなんで1000 100分,分の1台100分の1台っていうような制度が出てくるのでを出さないといけないのでなかなか難しい。まあだからその 金属加工を何をするにしても例えばさっき、まあ、前回ですねプレス加工の話をその時金型っていうのが出てきたと思うんですけどうん、うん、このの金型の部品は切削で作なんでその切削技術がないと金型が生まれないのでプレス屋も出てこないというような感じで金属をまず最初に最初に加工するってやったら加工するためのいろんな機械とかを作るためにまず切削で 金属を削るとなんでマザーっていうふうに言われるかなってかちなみに工作機械の展示会とか行くとものすごい工作機械の中に工具さっき言ってた削るっていうのをいろんな種類の千手感度みたいな感じで削いして刃物がぐるって動いてマシンガンみたいになってるのがすごい迫力があって。 ね、面白いなっていう、うん、ぜひ動画で見てほしいなって感じなんですけど、うん、結構な近未来感がありましたね,ねあるもうん、まあ本当は原始的に金属を削ってるだけじゃない世界なそうですねもうそれをどこまで追求するかいう加工でなのかなと、ね、ぜひぜひ見ていただきたい金型がねなんかその大量生産するためのものだからちょっとプレスにのものに比べちょっと贅沢感が。 あるななと思ったんだけどなんか家にあるもんで切削でできてるものとかあるかなと思って結構あると思いますよあの、まあ、ちょっと具体的にこれという部品名は言いにくいあの皆さんが使ってるものの中に入ってるっていうことが大半機待だったよねただね例えば結構インテリアとかだとあのちょっと高級なドアのつまみでこうあ<ー>あいうのとかも切削でこうゆ緩やかなカーブを削ってたりだとかすると思うんですよね。あ、はい、あとあと何かな、まあ 家にあるもん基本大量生産だからそ,そうですよ<や>おうちのグレードによると思いますうちの家具全部削り出しですよ削り出しの家具とかめっちゃ高いっていうのはっ分かります <laughs> で、じゃあでもこれ聞いてるとじゃあ何でも切削で作れやええやないかいというふうに思う方もいらっしゃると思うんです切削に一個大きなデメリットがありまして、うん、無駄が多いんですよ。 要するに削って捨てて捨しまうところがが多い靴すすね要するにある一つの形を作るために、まあ、金属の中を掘り出していくので取られたところは全部その部品にはならないということなんです、ね、削りカスが大量生産ね。す止まりが悪いというふうにも言うんですけれども、うん、これがちょっと悩みどころなのでさっきみたいにプレスとかで、はい、バン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 たくさん金属をできるだけうまく使ってですねあの作るっていう技術と切削っていうのは、まあ、そういうところでもいろいろと。 どっちを使うかっていうのは考えられるところではあります。うんうん、次にあのこれを言った方がわかりやすいと思うんですけど、3D プリンター、あーですね、金属の 3D プリンター。うん、3D プリンター自体皆さんねあのいるもう結構見て見たことある人いる、ね、ような気がするんですけど、まあ結構いろんなと樹脂が多いのかな。ね樹脂が多いですけど、うん、金属の 3D プリンターもありまして。 まあそれを加工だったりとかっていうのに使っている企業さんもだんだん増えてきてましてこれはまあミルクレープは近いかなっていうとこね。もう結構これ多分 3D プリンターを説明されるメーカーさんとかはミルクレープっていう言葉使ってるところも多いと思いますーーで、えー、3D プリンターっていうのはえっ、ー、と 金属まず 3D プリンターはです、ね、活躍するのは今までは板とか金属の塊だったんですけど金属の粉です今度は粉。うんうん、でレーザーで、えー、と例えばですねある、ままあ、ただ単に丸い筒を作りたかったんです、まあ、まずその金属の粉がこうたくさん入ったベッドっていうところがあるんですけどそこに向かってレーザーが照射されてくるんと丸を描きますだからそこの部分だけ固まりますよね,うん、うん、ね熱が与えられちゃう。けるね、だから上にさっさとまた粉をかけてでまた同じように焼くんです。うん これを何回も繰り返すと焼かれた薄い金属が重なっていくことになる。これで形を作るっていうのが 3D プリンターです。で、この 3D プリンターの良さっていうのは、そのまあもう切削よりもさらに複雑な形状を作ることができるっていうのが、まあ 3D プリンターの特徴であります。あと中空っていうのができる。今までだったら金属なんでみんなやっぱその板でも,でも中身は詰まってるわけなんですけど、うんうん、あの 3D プリンターだとその まあレーザーをこう当ててですね何度も何度も重ねていくっていうやり方をするので中を空洞にある一部を空洞にしたりとかっていうようなちょっと今までの加工法ではニッチもサッチもいかなかったもしくは何か後加工がすごく必要だったっていう加工が1個で完結できるっていうのが 3D プリンターです。本当ににミルフィーユみたいいどどどどん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 ん枚を重ねねてててっっ立体を作るっていう感じでです出者さんの中では、えーと 出機神戸の衣服精密さんあれはあのコップちっちゃなお酒のおちょこですけど中が中空になってるみい、ね、なんかこうスカイツリーみたいな見た目というかそうです、ね、内側がうねうねしててまた外側もこう表面がこう竹で編んだようなその後ろにこうコップが、まあ、ちょっと写真見ていただくのが一番いいんですけど、まあ、ああいった形状ってな 今までもできるんでですよできるけどあとでつなぎ合わせたりだとかそういう手間がすごいんですよねうん、うん、それができなくていいっていうのは 3D プリンターのとってもいいとこですただしめっちゃ時間がかかりますね<ー>加工の時間がとってもかかりますなん,であとなんかあれですよね、うん、さっきあのこう積み上げていくって言ってたんですけど例えばこう砂のお城を作る時みたいなお砂場でお城を作る時みたいな感じで。うん 途中で崩れちゃったりとか壁がそういうことも発生したりするのですするのしま例えば結局ちょっとずつ積み重ねていくっていうことなんで土台が弱けけければこちゃううわですそなのもちろんですすもちろんで例えばコップって普通下が狭くて上が広いと思うんですけどあれもその机にポンと置いたままの形で作ると下がグラグラしてくるんですよね上の方が重いわけですから。 うんうん、なんでそう,、ね、そうじゃなくてひっくり返した形ひっくり返して,返してその状態で作っていかないと壊れちゃう,うん、うん、そういうとこがすごく難しいうん、うん、このノウハウだったりこう、ね、芸術力みたいなところも、うんはい、重要になってくる加工法です、うんうん、じゃこれはあれですかなんかさっきその、えー、と切削の時にあの無駄が多いって話しましたけど、うん、削り出していくから。うん そういういところで言うと逆に無駄が少ないっってこととおっしゃるる通りですあとですすあねプログラムを作るのが非常に難しいいっていうののもあります、うんうん、なのでそのプログラムもちろん武田企業さんはいらっしゃるんですけどねなのでやっぱプログラムを作っていくっていうのもちょっと時間がかかるっていうところとあと金属の幅もいろいろ今広がりは見せてますけれどもじゃあもっとレベルが上がっていけば金型作りが切削から 3D プリンターに行くかもしれないってことかもしれませんが。 どううでしょうね、うん、強度の問題もあるんですよやっぱりこうい、ん、う不得意っていうのはありそうです、ねうん、金型に代替するそうですね金型っていうのは相当な強度が必要なのでただ金属を組み合わせるだけじゃなくてあの金属に表面処理をしたりだとかはい、はい、熱を加えてさらに硬くしたりとかはい、はい、すごい工程があるんですうん、うん、ただの一個の金属ではないのでうん、うん、なかなかもちろん試作品ぐらいだったらできるのかもしれないんですけど何万個と打っていくような正規品を作っているのはちょっとまだ 夢物語かなというふうに思います、ね。はい。じゃちょっと次にパイプ加工いきたいと思います。あ,あ、パイプ加工ですね。今回えっとですねプレッツェルっていうふうに書いて、これプレッツェルって知らんぞっていう人もいるかもしれないです。プレッツェルわかります皆さん？ドイツのやつだよね。Yes。プレッツェル。あのハートみたいなパン、ハート型みたいな。あ,あ、なんか絵本によく出てくる。 私あんまあファンシーな <laughs> 食べたことないんですけど<め> <laughs> <laughs> あのお高いパン屋さんに売ってるパンだなっていつも思っちゃう <laughs> あのまあっていうプレッツェルっていうのはあの細ちょっとこう細くしたパンをですねこうくるくるっとこう巻いたりしてですねちょっと独特の形にしてそれを焼いてるっていうことであちょっとカリッとしたやつあそうですそうですはい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 これパイプ加工ですね実はあの、まあ、今回の出店者さんではあのマクルさんという会社さんがパイプ加工あお菓子に 例えままししょうってっ時大変悩みまして双方でですね <laughs> 何だろうなって言って、まあ、最後に出たあいくつか私が挙げた中でまあ要するにパイプをですね今までは板だとか金属の塊だったらパイプに変わってまして、まあ、パイプを曲げたりつなげたりして形を作るまあ皆さんよく座ってるパイプイスなんていうのは、まあ、パイプ加工の技術が一番分かりやすいものかなというふうに思いますね。うん パイプの言葉なんだけど、パイプってさ、中詰まってる詰まってないです。詰まってない。中空、中空みたいな中空のやつですね。はい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 。なんでパイプは中空なのでそのその分軽さがあるんですよね。なんであの最近注目されて、まだからパイプ椅子とかも軽いのがいいところですよね。最近ドローンの足とか、パイプ強度があって中は。 中空だから軽いいっていうので、うん、パイプとかは結構注目されていますでパイプももちろん金属で硬いので簡単に曲げただけではそんな求めた形には曲がらないので、まあ、そこを曲げるためのパイプベンダーっていう機械があったりするんですけれども、まあ、人力と機械も使いながらあの求める形に曲げるっていうのがパイプ加工ですかね。であとももちろんくっつけるプリッツルもこう くああいうようにパイプも溶接技術がすごく難しいので溶接も腕の見せ所だったりします、えー、パイプ加工で1ジャンルになるぐらい難しいんだもちろん板金屋さんとかがですね優秀な溶接部隊さんを皆さんはやっぱ持ってらっしゃるっていうか、うん、抱えてらっしゃるのでパイプも一緒にやってるってところはありますしもちろんあのプレスも板金もパイプもやってるよっていうメーカーさんはいらっしゃいます。ただ、うん パイプだけを専門にしているメーカーさんが結構いて例えば車の排気の部分とかああいったところエキゾーストパイプあれすごい複雑な形してますよね中に入ってる水を回したりするやつとかああいうのとか医療器具とかあれなんかものすごく細かいパイプが縦を無事に曲がって入ってるチューブじゃなくて金属のパイプ。 ああいうのっていうのは、ものすごくやっぱ曲げるの難しいですよね。<ー>エンジン部品ですから。<ー>なんで、そういったものとかは、まあ専門にやってるところが大変多いと思いますよ。<へ>一ジャンルです。そう,うそういうのって、なんかもう鋳造じゃないけど、なんかもう作った金型にブチュって、なんか流し込んで終わりなのかと思った。<あ>曲げてるんだ。<う>い,やい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 や。曲げてるんだ。そのパイプの薄さとかですね。うん、あの厚さ、板厚がいかに均等に、いかに歪まず。 できてるかっていうのはなかなかやっぱりまずはそのパイプをあのパイプから作るメーカーさんもいらっしゃるんですけどパイプを買ってくるっていうのもよくあります、うん、まずきちんとそのプロが作ったパイプをまたプロが曲げるっていうと、うん、ころです<ー>だからちなみにその今回その、まあ、一緒に選んでくれマクルさんマグネシウムが専門なのでうん、うん、ま,またその金属によってもね皆さん得意なところが。 違ったりもすするんですよ、うんうん、ジャンルパイプ加工の中で、はい、さらに得意金属が分かれていくる特に、まあ、マグネシウムとかはちょっと扱うところ難しいので扱う会社少ないので、うんまああの武器になるのかなという,う、うん、マグネシウムちょっと<の>軽いやつ、うん、掘っていくと長いですので,です、ね、<laughs> ちょっと次に <laughs> いきたいいと思います窒化 <laughs> 処理について、はい、お伝えしたいと思います。これはあのさっき 釜池さんもちょっとお話ありましたけど表面加工表面処理っていうのも金属の加工ではこう不可欠というか、ね、そうですよねやっぱりそうですよね、うん、金属もその丸腰では困ります、ね、そうそうそうそのままにしとくと腐食、ね、しちゃったりとか錆びちゃったりっていうのをするのでそれを止めるための処理っていうのは大体やられてると思うんですけどそ表面加工その中の一つの処理 例えば窒素の窒素のこれは、えー、と私取材してきたんですけれどあの金属製品鋼だったりっていうのをあのさっきつくいろんな作り方で <laughs> 作ったものを、うん、あの窯電気圧力窯みたいなのに近いんですけどめちゃめちゃでかいやつに入れてその中にアンモニアなどのガスを入れて。 その中を高温にするとその金属入ってる金属の表面がこう変質して硬くなる実家処理の工場すごかったねなんか工場の床にこう窯というか穴がボーンって開いてて、うん、プール一番大きいのやつは多分なんかねダイビングのプールかなみたいな、うん、すごい深いですよね感じのやつで周りに電極がたくさんついてて、うんうん、でそこに金属入れてっ、うんうん、て。あいうの見ると 誰が考えたのかなすすごいよねでちなみにあのお菓子で例えるとクレームブルレかなっていうんかプリンの表面にざらめを巻いてバーナーで炙って硬くするみたいなが近いかなって感じでクレームブルレなので中は変わってないっていうか内側奥の方金属の奥の方は変わってないけど表面だけ変わってる表面だけ硬くなってるみたいな。 イメージですねこれどういうものがなんか今表面処理いろいろあるって話だったんですけどはい、はい、どういうものが窒化処理に向いてるとか。 すか雨風にさらされる金属と、ね、基本的にどこかの機械で<の>機構部品でもう絶対に腐ってほしくないものはその世の中何でもそうなんですけどいろいろ得意不得意あって窒化処理はやっぱり硬くするっていうのに特化してるかくする錆びにくいとかそのさっき言ってたようなところが多分、えー、と特化されてるのでそのあたりアルマイト処理だと全然また違いますよね、うん、表面のぼちゃって入れるの で色をつけたり摩耗されては困るところとかにやっぱするのかな部品、モーター部品であなるほどどんどん先端が削れていけばある日削り足りなくなって噛み合わなくなっちゃいますね歯車とかねそういったものによく使うのかなと思いますああなるほどそう削る曲げるだけじゃない金属みたいな。 負けた後、削った後、そのまま働いて。いくためにちなみに、実家処理した後にまた加工することもあるので。そうなの、途中に組み込まれたりすることもあります。もう、おし、お仕上げのお化粧だと思ってた。ああ、いや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 、硬くした後にまた。まやったり。そういうこと。はすみさんってファンデーション塗った後、もう一回ハイライト入れたりするでしょするでしょそれです。違うけど。と、最後ですね。 最後は、えー、射出成形ですこれはあの金属ではないですお最後にはいあの射出成形鯛焼きっていう風にしたんですね。よねこれも結構ね射出成形って鯛焼きって言われることもあるのでもうきっと時間もないので簡潔に言いますと二 <laughs> つの型をですねこう合わせてまた金型が登場そうですまた金型なんですこれ鯛焼きの型だと思ってた鯛焼きってあのこう ちょっとあんこのことは一旦忘れてほしいんですけれども、うん、あの皮の生地を入れて、ねはい、でこうバチンと鯛の形を2つ合わせてでひっくり返してで1個の鯛ができるっていうような、うん、まあちょっとあんこないんですけど、うん、っていうようなこれが樹脂成形あの射出成形といいまして、まあ、流し込むのが生地じゃなくて樹脂ですね、うん、プラスチックのドロドロしたものというイメージ。 していただけたらと思うんですけど、うん、それを流し込んで一つの形を作ります。えっともういろんなものに使われているので本当にあの一枚でもイメージしやすいのはなんだろうな本当にもうプラスチックなのでありとあらゆるものに使われていますがプラモデルとか結構イメージしやすいのかなと思いますね。あのプラモデルとかでまあ、とかなかこうちょっとこうパチッと外して組み合わせるおもちゃとかってあると思うんですけどプラスチック製。 ああいう部品とか本当に射出成形らしい形をしているというかと思います安価に早くたくさん作るっていうのもができるので、うんうん、ペットボトルとかペットボトボルとかそうですかねうん、うん、射出射出ってこういだすってそうんですけ、ねね、ピシャッってそうそうそうピシャと流し込むんですよねだからまあなかなか間いいいだと。 <laughs> あのも、もちろん、その多分入れる速度とスピードとかっていうのも、いろいろと加工条件に関わってくるんですよ。材料とか、金型の形状によって、多分変わってくる。そこもノウハウなのかなっていう。あ、押し出す、射出する、あの流し込むというか、ードとかはい、そうですね。へえ。まあ、ちょっといろいろそこは違うかもしれないですね。あと、型をこう冷やして、最後、まあ、熱いものこう入れて。 冷やして、それをまたパコッとこう外してっていう。そう、あの冷やす工程、何と思って、もうわれちゃんの。パーンってすぐ出てくるじゃないですか。ああ<ー>。あれ、はい、どう、どう冷やしてるの、あれ。それはあの、すごない?。だって、水、液体だったのに、もうシュッっていって。す、パ、ッ、パコって落ちてくるじゃないですか。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。まあ、冷やしとは。ちょっとほかほかしてるよね。ああ <laughs> <laughs>、してる、してる、してる。でも、あれ。 もちろんそのものによります大きさと樹脂の厚さによりますそのパコッと出てくるのとやっぱその出てくる速度とかスピードもものによっては違うもっと大きいものだったらさすがにそうはいかないのでああ大きい射出成形で出てくるのって何それはいろいろでもあの例えばペットボトルとかだと薄いですよねプラス薄いもうちょっと厚みのあるものももちろんあってまあそれこそ今回出店頂い,いている金城ゴムさんのグラスとかだと。 あペットボトルよりは明らかに厚みがありますので。金城ゴムさんの。グラスです、ね。ゴムグラスだったりとか。ゴムグラス。ちょっと違ってくる。確かに。そうですね。あとは、まあ、金型の、あの状態。さっき表面処理の話ありましたけど。うん、金型を、こう、綺麗にしておかないととか、金型が。形状によって、その射出された樹脂が行き渡らないとか。中、うん、止まっちゃうとか、そういうこともあったり、あとバリ。 バリですね。発生したりとかっていうのもあるので、ですね、要するにまあ流し込んだ後のパカッとあのよくあのタイヤの周りにもこうペロペロっとついてるじゃないですか。あれです。羽ね羽ね羽ね,はね,はねまあああいったものああいったものが様々まま出てきてしまうので、あれがないようにしないといけないんですよね。以上で全部紹介したかな。よかった。はい。うん、だからなはい。はい、終わりでしょうか。はい。前半四つ後半五つのえ加工法についてまあお菓子で例えたり。 ええ例えきれなかったりしした。ね、答えられません。なんか <laughs> 他の処理も例えられるのかな。ちょっと気になります。処理ってじゃない,いや、書こうか。確かに。ね、いや、ちょっと例えなくていいか、私質問しまくりたいわ。ああ、なるほど。なんかプロの方を呼んでですね。確かに、確かに <laughs>。私はあくまでも雑誌を編集して、雑誌する上での。 基礎知識です、ねいや。そんぐらいがいいな。<laughs> あ本当に簡単なの、ね。確かに簡単なる過去私加工しないからはい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、こんな感じでファクトリーズグッズでは、今後もあの製造業面白がる企画をやっていきたいと思っておりますので、もしこういったことが聞きたいとか、今回のはどうだったとかっていう感想があれば。 えっとファクトリーズグッズのメール、ファクトリーズグッズ、アットマーク、日刊ドットテック。か、われツイッターもそれぞれやっておりますので。蓮見釜池こん、ぜひ検索してみてください。はい、よろしくお願いします、はい。エンディングです。前回と今回、2回にわたって、お菓子で例える加工技術について。ご紹介していきましたけれど、はい、あのこれを作るにあたって。 まあ放送の中でも話がありましたけどあのメーカーの方とかにあの聞いてきたんですけどああの「ちなみにお菓子に例えると何だと思いますか?」と言って「<laughs> えみたいな「<laughs> 何ですかね?」みたいな感じですごい悩ませてしまった方もいたので <laughs> この場をお借りしてありがとうございましたと <laughs> お伝えしたいと思います。 前回のエンディングでもお話したかもしれないんですけど、はい、私自身が分かんない側なのでそういう技術がすごい規模で行われているんだなとか、うん、自分の手元にある一個一個の製品ってそういう技術の組み合わせでできていてそれが私のところに来たんだなって思うとなんか一連の流れを考えて考え深くなります、ねうん、そうですね。なんかこう身近にあるものの 見え方がちょっと変わってくるっていうのが、はいね、このドアノブ一体どうやってみたいな感じになったりするのでまた <laughs> そこも面白いですよね、はいはい、本日もお聞きいただきありがとうございました次回は4月13日木曜日朝7時から今週話題になった記事トップ3のコーナーとランキング外だけど気になる記事を配信しますニュースイッチラジオはボイシー、YouTube、Spotify 各種ポッドキャストにて配信しておりますぜひチャンネル登録やフォローをお願いします また、ニュースイッチのツイッターでは本日取り上げた記事を紹介していきますのでフォローやいいねをお待ちしております。感想や聞いてみたい内容があればニュースイッチアッ i マーク日刊 .tech あて懸命にニュースイッチラジオと記載の上をお送りください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。